初雪さくら？サガプラネッツさんが制作したゲームなんだよ。へえ、それって一体どんなゲームなの？詳しい話は忘れちゃったけど、あずさは知ってる？お答えしましょう。初雪さくらは、主人公川野初雪が冬の夜にウサギと少女に出会う、ちょっと不思議な物語だぜ。関係者の間ではちょっとじゃないだろうと評判だぜ。なるほど、何やら秘密がありそうね、そのウサギと少女には。ああ、メラ先輩は物知りですね。よくそんなことを知って。あれ？あれ？